8月10日アンフィシアターにおいて子どもたちの祭典世界子どもフェスティバルが開催されました。大観衆の前で紹介された笹川会長ご夫妻は地元ブリスベンのちびっ子の案内で登場、万雷の拍手に包まれました。89歳の老眼鏡も世話にならない青年であります、世界果樹に経定姉妹主義ですから、この年になるまで世界中を飛び歩いて兄弟の皆さん方のご健康ご長寿ご多幸をですねお送りしたいと思って、特に今アフリカには力を入れております。モーターボート競争を母体に全国2000万会員の総帥としてきれいな住みよい社会づくりに邁進する笹川会長、世界の人々の恒久平和を願い、大地を爆心、海を駆け、空を飛び、地球を舞台に大いなる日々を生きる笹川会長。